塩田哲氏は日本のベース奏者、音楽プロデューサー、レコーディングエンジニアである。英語圏及びプロジェクトによってはノリ潮タの名称で活動している。1996年にニューオリンズで数年活動後、帰国するが2001年に再度、米国ニューヨークへ渡る。この間大阪雅彦など数多くのミュージシャンと共演を行っている。2002年、 東京スカッパラダイスオーケストラのなるごと、北原雅彦、大田県、石、成政正人、栗山ことを加え、スフェクーンクを結成。2005年には、ポニーキャニオンからアルバムが発売されメジャーデビュー。また、この年からプロデュースも開始し、買収をデビューさせた。2010年に入学したバーグリー音楽大学で、ミュージックプロダクションエンジニアリングとパフォーマンスを専攻。 2014年5月に卒業後拠点を日本に移す。2018から2019年7月まで、新麗ベルゲイズ・オブ・デライトのプロジェクトに参加。ベースプレイヤー、レコーディングエンジニア、サウンドプロデューサーとして携わる。2019年6月19日に、第3弾として、アルバム1969を発表。また、11月には、心より音楽を愛する、ミュージシャン、 アーティスト、そしてオーディエンスのための新しいプラットフォーム、スキルパンレコーズレーベルを立ち上げた。ありがとうございます。